世界中のファンが大盛り上がり、クオリティが高い、主題歌もいいんだわ、最高。ベストフリックス。この番組はどういう番組かって、紹介するぜ。この番組はネットフリックスのおすすめ作品をとにかく紹介するって番組だ。ちょっと何見ようかなって時にこれを見てもらえれば、俺がおすすめの作品紹介するから、それで見るものが決まるだろう。そういうやつだ。なんか人に紹介するやつだ。その前に景気づけにやっぱりやっとくか、全裸ポーズね。ネットフリックスの全裸ポーズ、カモン。Don't worry, I'm wearing. Okay. 大爆笑。じゃあ次も行くか。次のぜ、え？全裸ポーズもういいから早く作品紹介しろって。しょうがない、分かったよ。じゃあまた最後にやるからな、全裸ポーズ楽しみにしておいてくれ。じゃあ今回のテーマはこれだ。世界で話題になった日本の作品6選。1本目はワンピース。Don't let anything get in the way of your dreams. 俺も大好きな漫画の実写化ドラマだ。あの話題作、みんなもうチェックしたかい？ This is our fight. 公開初週に世界93カ国でトップ10入り。 Netflix 週刊グローバルトップ10では堂々の1位発進だ。世界中のファンが大盛り上がり。字幕版、吹き替え版、一粒で二度おいしい作品だ。直接監修した小田栄一郎先生と制作陣とのやり取りには感動しちゃうよね。2本目はサンクチュアリ聖域。俺のやり方で勝つ。時間だ。あの猿翁ってガキ、今日中に引退させろ。君は故障で生きるべき人間だ。おいちょ、不良で不真面目な主人公がさ、どんどん相撲に本気になってくの。相撲のシーンも映像がリアルでかっこいいし、お話も少年漫画見たくて熱くてさ、めっちゃ人気なのもわかるって感じよ、最高。3本目は今和の国のアリス。ゲームをクリアして全てのトランプを集めることだ。カードは全てビーチの財産。トランプ集めれば帰れるって、それ本当なの？ゲームの時間だ。これ原作が人気漫画なの。命をかけたゲームっていうの、好きな人にはめっちゃハマるよね、このジャンル。ゲームを開始します。何かを手に入れるためには何かを失う。山崎賢人と土屋太鳳、俳優陣も豪華だしね。でね、やっぱりネットフリックス、ドラマのクオリティが高い。英語以外のシリーズで週刊グローバルトップ10で1位にもなったんだって。すげえじゃん。行きたい。俺たちはまだ生きてる。4本目はゾン100。ゾンビになるまでにしたい100のこと。お？なんだあれ、ゾンビ？もしかして、もしかしてだけど、もう最初に行かなくてもいいんじゃね。もうタイトルがいいよね。これ実はさ、さっき紹介した作品と同じ人が原作の漫画なので、今度はゾンビだけど、ただのゾンビ映画じゃなくてさ、やりたいこともやれないくらいなら
ゾンビに食われた方がマシだ。お前さ、ナイスアイデアすぎんだろ。最高。ゾンビになるまでにやりたいこと100個やるってのが赤楚衛二演じる主人公の目的なわけ。案外お前みたいなやつがみんなを救ったりしちゃうのかもな。何がやりたいことだ、こんなもん。黙って言われたことだとやっとけよ。アキラ君は本当はゾンビになるまでにやりたいことがあるんでしょ。みんなを救う。やりたいことの一つもできずに生きてくよりはマシです。かかってこいや。見たらスカッとする映画よ。スカッと。5本目は千尋さん。お弁当あるけど食べる。海辺の小さな弁当屋で働く千尋さんは元風俗嬢。これも漫画原作でさ、有村架純演じる千尋さんがもう魅力的なの。マイペースでミステリアスなお弁当屋さんのお姉さん千尋さんに街の人たちも翻弄されちゃうなんつってしたくなっちゃった。店長。おい、千尋じゃん。お久しぶりだな。誰かに恋したりしないの。気づいたんだよね、人の心を独り占めすることなんてできないってことに。私だってされたくないもん。僕たちはみんな人間っていう箱に入った宇宙人なんだって。やってきた星はバラバラなんだから分かり合えないのが当然なんだよ。今無理、水の底にいるから。じゃあまあしばらく沈んどけ。人の体は浮くようにできてっから。映画見てる人も千尋さんになんだか会いたくなっちゃう。そんな不思議な映画だよね。くるりの主題歌もいいんだわ。世界のどこかにありますよ、同じ星の人。今のあなたがとっても好きよ。きっと彼女に会いたくなる。千尋さん。6本目はファーストラブ初恋。これ宇多田ヒカルのファーストラブと初恋って2曲にインスパイアされて作られてんの。満島ひかりと佐藤健が主演でさ、20年余りにわたる壮大な物語なわけ。同じ時代を生きてきた人にはすごく刺さっちゃうんじゃないかな。これ刺さっちゃうよね。どうだった、みんな見たくなったんじゃないか。よし、それじゃあ約束してた全裸ポーズもう一個やっちゃうよ。相撲の全裸ポーズ、カモン。Don't worry, I'm wearing. Okay. 決まったぜ。大爆笑。週末見てくれ。この YouTube の概要欄にリンクが貼ってるから、ぜひ全作品見てくれ。忙しい1週間お疲れ様。とにかく明日は休むな。また来週。Thank you.